広島市の JR 芸備線の踏切で発生していた渋滞を緩和するため、線路の下をくぐるアンダーパスが開通しました。このように通勤時間帯に非常に混雑する中山踏切ですが、午前10時から踏切の下を通るアンダーパスが開通します。アンダーパスは長さおよそ400メートル。片側1車線の車道と歩道で、広島駅方面と温科方面を結びます。午前10時の開通に合わせ、渋滞が発生していた中山踏切は廃止されました。アンダーパスにより、これまで踏切がある交差点に集中していた車が分散することで、渋滞の緩和が期待されています。また、アンダーパスに歩道が設置されたことにより、ここ10年でおよそ30件起きている踏切付近での事故も減ると見られています。結構車通り多かったんで、ベビーカーをして渡るのちょっと怖いところがあったんですけど、ここなら安心してくぐれるので。踏切の閉鎖に伴いまして、交通形態が大きく変わってございます。これからその周知をしていって、交通の混乱を少しでも少なくしたいというふうに考えています。広島市は看板を設置するなどし、通行ルートの確認を呼びかけています。